トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます11月15日金曜日の朝です今日のお空模様です今日の天気は小雨降る朝風は弱い北風です天気予報的中ですね朝から雨降りになってます今日はレース明け3日目になりますので 社外を開始してもいい日なんですけどもあいにくの雨降り今日も社外をやめて鳩を旧車の中に留めて休養させます明日から社外再開です鳩さんおはようございます今日の棚の上の位置は BC のオス1番子ですね BC のオス1番子は5枚いますのでちょっと判別難しいですね 昨日、菅野さんとお呼びするのか、菅野さんとお呼びするのか、わからないんですけども、えー、リクエストをいただいた200キロレース3日目期間の鳩です。この BC のお酢、これが3日目の朝8時49分に帰ってきた後です。うん本当にありがたいですね、3日目、これで全休ということですから。ただ帰ってきた時の状態、もうガリガリでしたね。 朝食事をして、今この時間夕方の3時なんですけども、夕方の餌をあげる前に撮影しています。この時はもうだいぶ状態良くなってきましたね。見た目こう元気そうで、あのガリガリ感はなくなってます。これ餌をあげる前なのでお腹が空いているらしくて、あちこちちょろ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 しながら。 さらに私のそばへ寄ってきて、餌が欲しいなとやって言ってるところです。この時の動きを見てるともうなんか元気そうだなっていう気がするんですけども、この後餌をあげまして、えー、餌をあげた後の状態はこうなります。餌をたくさん食べてお腹いっぱいになったので、あとはもうマイペースですね。 この展望台のところこの辺にいましてうずくまってますお腹いっぱいだし疲れたなーっていうのがこの表情でよくわかると思いますお腹が空いてる時はねちょろちょろしてよく分かんなかったんですけどもお腹がいっぱいになって、えー、一休みという時のこの状況を見るといややっぱり疲れたんだな三日目よく帰ってきたなというのが、えー、つくづく実感として感じます昨日も言いましたけども この鳩にはアリナミンを与えて、えー、疲労回復を願うようにしています。これは今日の朝ですね、えー。餌をあげる前の撮影をしてます。昨日よりはどうでしょう,うん。少しは元気になったのかな、なんていう感じですね。これは朝、餌を食べ終わった後の状態ですね。 もうまだ食べたいなっていう感じですね、えー、まだ私の周りをちょろ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 動き回ってますからもっと欲しいなっていうところでしょうけどもまあ、あんまりたくさん食べてもねうんダメなんでほどほどでいいかなっていう感じですね、えー、見た目元気ですよねちょっとこう混じっちゃうとどこに行ったのかわかんなくなっちゃう、まあ、そんな感じのところまで回復してます今日もアリナミン 4分の1以上与えまして、えー、疲労回復の応援ということをしてますこの B の大座市のメスバトこれは安田さんからの問い合わせです私の好きな、えー、メスバトは200キロ参加しましたかってことなんですけども、えー、このハトは残念ながら200キロは参加してません100キロ焼いたで終わりになりましたちょうどいいですね あんまり長い距離飛ばなくても、まあ、1 0 0キロぐらい2回飛んでますのでこれでアキレースの訓練という意味では十分うーん飛んでくれたんじゃないかなと思います。えー、順位としては上位には入ってないんですけども上位集団には入ってるということで順調な成長をしてると思います。3連合ののののエースピジョンの対象馬と私の旧車200キロ割って1いました、えー、この請求 BC のメスの請求です100キロが、えー、総合で14位200キロが総合で21位になった鳩です100キロでエスピジョン対象バトン7枚いたんですけどもそのうち200キロに参加できたのは1羽だけこの鳩だけです他の鳩はオートショでまだ回復途上ということで、えー、200キロ参加することができませんでしたそういう点ではこれが唯一 1> の一話、唯一無二の一話ということでえ次の300キロ頑張ってほしいんですけども鳥の状態がなんか悪いですね200キロ帰ってきてからどうも元気ないようで今日アリナミン与えましたけど果たして、えー、順調に回復してくれるのかちょっと気がかりです多摩中央連合会はえ昨日東京西区レジナル300キロレースの申し込みの登録 を染み切りました多摩中央連合会は参加が49社参加者数が42羽やはりおう吐証のことがあったりして参加9社も参加者数も随分減りました連盟は知った役員会がございますのでその役員会で300キロナンバー参加になるかということが集計されると思います。 今日は雨降りで社外することができませんでした明日から社外再開です元気に飛翔する鳩の姿を見たいと思います本日もこのブログにお越しいただきありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します